Hello and welcome back to another episode of Persona 5 Scramble. So we're continuing right where we left off. I've done some questing between, but still very much under level, so we'll see how this goes. We'll need to do the Lockkeeper first, which should give us a little bit of extra power, but yeah, there's stuff to check out. うわっ、なんだよこれ。ガンバイラー、アキラー、悪を倒せ。人がこんなに、どうなってるの。こいつら、改心されたシャドウか。皆さん、まもなくヒーローアキラのヒーローショーが開演します。さあステージの前に集まって、みんなでヒーローアキラを応援しましょう。ヒーローショー？この絵のか？面白そうだ。見ていこう。いや、よく見ろ。ガードたちが警備を固めてる。見つかったが最後、一斉に来られてアウトってか。ここは引いた方がいいかもしれねえな。プロでもこういう感じのあったよね。お掃除ヒーホー大行進か。あれは現実で大掃除してたよな。今回も同じかも。それってこの絵が現実で何かしてるってこと？だとすりゃ、それが終わればこのバカ騒ぎもなくなるのか。情報収集が必要ね。現実に戻って確かめてみない？よし、そうと決まれば一時退却だ。この絵が何してるか確かめようぜ。じゃあ帰還だな。Well, as it turns out, I didn't have to worry about my stamina being zero. この絵さん、マディス社が開発された絵馬は世界中で大人気ですね。日本のものづくり産業が行き詰まる中、 AI 分野での成功は明るいニュースです。日本の新しいリーダーとしてこの絵社長に期待を寄せる人も多いとか。そこまで大層な人間ではありません。ですが力を尽くしていくつもりです。これから世界は大きな変革期に入るでしょう。私はその変革をリードしたいと思っています。ありがとうございます。大変な人気ですね。聞けばエマのサーバーは東京電波タワーに置かれているとか。かつて東京電波タワーは新しい時代の発信源でしたが、エマもまた AI 時代の発信源となっていくといいですね。ええ、私もそう思っています。 AI はまだまだ発展途上の技術ですが、人々の暮らしを必ず豊かにしてくれるでしょう。それだけに先日のエマのサービス休止には多くの方面から残念がる声が上がっています。なぜ回答団はマディス社のエマをターゲットにしたと思われますか？エマには膨大な個人情報があります。それを狙ったのでしょう。あるいはAI によって世の中を良くしようという我々の理念に反発したのかもしれません。今までは義賊とも呼ばれていたようですが、大方カムフラージュだったのでしょう。気に入らない人間を脅迫し、思いのままに操る、そのような非道を平気で行う悪党です。薄汚い犯罪者などに私たちは負けません。断固として戦っていく所存です。この絵社長は先日の会見でも悪への怒りをあらわにされていましたが、それはこの絵社長ご自身のご経験などが関係しているのでしょうか？そうですね、私は幼い頃身内をある事件によって亡くしました。その体験が私の中に悪を憎む心を生んだのかもしれませんね。とにかく怪盗団のような連中を
このままのさばらせるわけにはいきません。全くもってその通りです。怪盗団事件の一刻も早い解決が望まれますね。あのヒーローショーの元凶はこれか。好き勝手言いやがって。けどこの絵の人気すごいぞ。 SNS のホットワード総なめだ。それ全部改心された人たち？いや、夏目みたいに偏った人気じゃない。こりゃ普通のファンも多そうだな。みんな正体を知らないままこの絵のカリスマ性に惹かれてるという。確かにマディッシャの業績はすごいけど、あんな奴のどこにそんな魅力あんだよ。裏を知らなければ毅然と悪に立ち向かう立派な社長さんに見えるのかな。指導の時を思い出さ。まあ人間ってのは結局のところ楽で安心な方に転がっちまうからな。そうなのか？選択だらけの人生の中で聞こえてくるのは先々の不安ばかり。未来が見えない以上自分に最善の答えを教えてくれる何かが欲しくなる。結局はこの人についていけば楽そうだって相手にすがっちまうのさ。それが以前は指導、今はこの絵になってるってことか。絵馬って身近なものを使ってるだけに政治家よりも立ちが悪いのかもしれねえな。でもそんな人任せな生き方でいいのかしら。誰もが自分を信じて生きていけるほど強くはないってことだ。まあ俺が言えた話じゃねえが、そういう奴らの目を覚まさせるためにも悪党の正体を暴かねえとな。ええ、改心を悪用するような人をこのまま野放しにはできないわ。あの馬鹿げたジェールごと絶対にぶっ倒してや。ダメ、お腹と背中がこんにちはした。おいおい、緊張感どこ行った？確かにお腹空いたね。ずっとジェイルの中を走り回ってたから。晩ご飯タイム。何食べる？やっぱ大阪といえばたこ焼きか。いいわね、街を歩いてる時にいろんな味を見かけて気になってたの。ちょ、トッピング渋滞してない？大阪って言ったらこれだよな。でも驚いちゃった、店によって全然味が違うんだね。いろんなお店で買ってみて正解だったわね。これが本場の味というものか。何より安い。モナは食べないのか？熱々は危険だからな、後でもらうぜ。ソフィアもごめんね、私たちだけで楽しんじゃって。私は AI だからな、後でデータだけもらうぜ。そうしょげるなソフィア、後でジェイルに持ってってやる。本当か？ありがとう。こうやって行った先のもん食うのやっぱいいよな。おっさんもくらいよかったのによ。帰れる距離だから帰るって。アカネちゃんが帰りを待ってるから。事件に早く片をつけて一緒にいられる時間が増えるといいわね。そしたらおっさんも年貢の納め時だな。デレデレのおっさんになるぞ。それにしてもわからないことがある。
この絵は何のためにジェイルなんてもんを作ったんだ？大和田ってやつに言われたからじゃねえの？でもそれだけとは思えないわ。ジェイルの中で全ての人を救うってアナウンスが流れてたでしょ。ああ、あいつのジェイルを見てればわかる。やつは自分の行いに絶対の自信を持っている。自分こそが正義だとな。ヒーローを自称する男だ。私欲のためではないということか。少なくとも何か奴なりの理由があるんだろうが。ジェイルで待つキングに会えばその謎も解けるわ。今は目の前のことに集中しましょう。そうだな。今日はしっかり食って休むとするか。じゃ、残りはいただきます。おい、一人で食いすぎだろ。ここから先は早い者勝ちってことで、みんな急がないとなくなっちゃうよ。奥村春、受けて立ちます。ちょっと、調子はどうだ？もしかして、pick up some, and we will cook before going into going back to the gym. いいもの揃ってる。おすすめ。はい、それにする。しっかりも、それにする。はい、ありがとうね。また来ておくれよ。仕事の時間だぜ。依頼はこんな感じだ。この依頼を受けるのか？オーケー、頑張ろうな。完成だ。できた。
役に立つぞ。タイムセール、お買い得品だぞ。何個欲しい？これ毎度何個？毎度大きに作るか。味見ないいんじゃないか。これだ。創意工夫にあふれているな。よし行こうぜ。We still need to do the lock, deal with the lock, so hopefully we can do that today. At least within this episode. ショートやらは終わったみたいだな。どんなショ王城に潜入したら準備はでき、よし行くぞ。よし、敵は見当たらないな。このまま一気に駆け上がるぞ。なんかあっさり入れちゃったね。静かなもんだ。そんなことはなかったと思うけど。猛烈に嫌な予感。こういう時は大抵。なんだこの光は。綺麗だけど何かの仕掛け。どう見てもヤバそう。侵入者を感知、強制転移を実行します。
ワープ装置か、これ罠かよ。早くこっから出て。待って、スカル、下手に光の囲いからはみ出たらちぎれる。嘘だろ。何、どうなったの。強制的にどこかへワープさせられたようだな。用事ある、ワープ用意した。つうか、牢屋の中か。最近俺ら捕まってばっかじゃね。早くここから出ないと。まあ焦るな、こういう時は周りをよく見ることから始めんだよ。向かいの牢、扉が開いてるわ。あそこまで行く方法はないかしら。研ぎ澄ませ。お、宝箱だな。開けとくか。シャドウがいるぞ。お、シャドウは気づいてないか。暴いてる。チャンスじゃね。軽くひねってやるぜ。よっ、やめてしまえ。ここか。スマッシュ、ジョーカーかっこいい。すごいな、ジョーカー。終わった。終わりだ。疾風弱点の格下だ。サクッと行こう。シャドウもそろそろ打ち止めだ。一気に片付けてしまえ。おう、任せろ。ウルフのスキルが炸裂だ。さすがですね。しな、よし、舐めるな。よし、勝ったら暴いてやる。うわっ、敵は大慌てだ。よし、やっちまえ。消えろ。うわっ、観念しな。ラコだ、銃が効かない相手だ。無駄弾使うなよ。うわっ、終わりが近いな。片付けてしまおう。何できる。観念しな。一気に終わる。すごいな。ざっとこんなもんだ。よし、次だ。敵の気配は感じない。安全だ。お出迎えか。
じゃあさっきの罠、こいつらの仕業ってこと？だったらお礼しねえとな。おとなしくやられとけ。ベルトナー打ち破れ、バルジャン。ベルトナー、まとめて吹っ飛ばす。役に立つ攻撃の攻撃が来る。これが決意の姿だ。打ち破れバルジャン、現れろ。打ち破れバルジャン、叩き切る。このエレベーターで上へ行けそうだけど、ロックされてるな。どこかで解除できるかもしれないわ。探してみましょう。ここセキュリティールームだな。ここで上層階へのエレベーターをロックしてるみたいだ。解除すれば上へ行けるということだな。ハッキングできそうか、ナビ？当然いつでも行ける。護衛は頼んだ。よし、やるぞ。ちゃんと守ってくれよ。仕掛けるぞ。みんな守ってくれな。かけろ、ヨハンナ。これ地味に痛いな。おう、任せとけ。観念しな。くらえ。敵が能力を上げてくるぞ。心してかかれ。いいぞウルフ、スキルヒットだ。やめるな。よし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 、やめろ。了解。めまい状態の敵がいるな。今のうちに追い込んでしまえ。隠した相手だな。油断しなければ楽勝なはずだぞ。それね、ありがとう。やってみる。このまま一緒だ。なるほど、賢い作戦だ。さすがソフィー。いい動きだな、ソフィー。嘘、私の体力やばい。回復を頼む。最適解だ。ありがとうね。やつは俺がやる。おう、任せろ。これが決意の姿だ。隠したの敵だ。銃撃は効かないぞ。他の攻撃を使え。ショータイム。ミス。なかなか手強い。これだな。ほら、これだな。けど、このくらい。観念するんだな。狙った的は外さねえ。終わった。こんなもんだ。記録、ウルフはすごいおっさんだ。コフィー、記録が減ってるぞ。ボムじゃ集まよ。やめるな。観念しな。ガキどもに負けてられねえからな。
ていこう。これで一気に上まで行けるね。着くまでちょっと休憩できそう。Right, and come on, elevator. ローラ、そうは問屋が下ろしませんってさ。ソーラ、おいでなすった。シャドウの反応、めっちゃ来てる。みんな、到着まで止まってくれ。おい、さあ、でも。敵が力を貯めてるみたい。能力変化に気をつけて。現れろ、打ち破れ。ソーラのスキルが炸裂だ。これがプロの技ってもんだ。許さな。一斉攻撃だ。突き刺した。問題なし。やっちゃえ。これが決意の姿だ。やれやれ、到着したか。ようやくかよ。行こうぜ。だいぶ上まで登ってきたな。ここは屋上？ストップ！敵の反応、これはちょっと強いやつだぞ。ヒーローをアキラに歯向かう愚か者ども、この雷で消し済みにしてくれる。 It's the rocket. ヘルトラ、ヨハナ、ヘルトラ、今はこれね。変を切る。変わって。 OK。切れたぜ。はっはっ、大人の元気度、大人なんだから切れちゃダメ。邪魔だな。やらせるかよ。こんな感じか。最適か。上手だな。ヘルトラ、ヘルトラ、ありがとう。ソフィーの成長を割り出す。何払え。任せたぜ。あ、ヘルソナ、食らえ。じゃあ手に引っか。ジョーカー、いい調子ね。なるけど、行くぞ。いただいていく。こういう時はヘルソナ。うまい。続くわ。さあ、さあ、サフィーンの追撃が炸裂。まだまだいける。やあ、食らいなさい。物理も効かないし、反則だろ。やつは俺がやる。クイーンが感電してる。ありがとう。今はまともに動けないよ。一人の私、よろしくね。よし、来い、食らえ。ジョーカーのスキルがヒット。その調子。クイーン、気力が少なくなってる。気をつけて。ジョーカーの数字見直す。早く手当てを。召喚オーケー。出てこい。ぶっ飛ばせ。強敵だぞ。弱点の疾風を狙ってけ。任せた。やってみる。それ。手間かけた。敵の攻撃が来る。みんな備えて。ヘルトラ、クイーンだな。お、任せろ。ゾンビが感電してる。これじゃまともに動けないぞ。行くぞ、いただいていく。ナイスジョーカー、弱点にヒット。任せた。了解だ。スピードレッツショータイム。ジョーカー、やっちゃえ。何秒か。気をつけろ。やってやれ。任せろ。招待クイーンメイブ。
的だ。いいぞ、キーヒット。見事な格闘術ね。続くわ。マルちゃん、はぁ、体力やばいぞ。誰か回復できないか。ここはこれね。エレベーターだな。いや、まだ登んのかよ。すごく高いみたい。上が見えないね。なんとかと煙は高いところが好きってな。なら行くしかないね。みんなの願い取り戻さなきゃ。鳥かごか。やっぱここにもあんのかよ。それが今までのジェイルの仕組みだからな。だが、なぜこの絵にまで鳥かごがある？やつは黒幕ではなかったのか。わからねえ。だが、ジェイルを作ったのはこの絵自身のはず。そのこの絵がジェイルの仕組みを知らないとは思えない。ってことは、自分で自分をトラウマの中に閉じ込めているとしか思えねえ。何のためにそんなことを？ジェイルを作り出すためにはそうする必要があるのかもしれない。それってこの絵にもトラウマがあるってこと？あんな自信たっぷりなやつのトラウマって想像がつかん。で、こっからどうすんだ？これを開けるには確か鍵ってのがいるんだろう？そうだ。鳥かごに触れれば鍵のありかのヒントが得られる。やっぱ俺かよ。いや、俺にやらせてくれ。何事も経験ってな。頑張って、すぐ話しちゃダメだよ。泣くなよ、おっさん。あ？うわあ！超えたな、さすが狼。天をつく洞穴とはこのことか。美しくさえあるな。お前らのんきに言ってっけど、あれすげえ痛えんだからな。静かに、聞こえてきたわ。虐待？何をバカな。ああ、うちは動物を飼ってますから。その声じゃありませんか。なあ、アキラ。誰だこの声。この絵のものじゃなさそうだけど。でも、アキラってこの絵社長の下の名前？ですが、この絵さん、あなたが息子さんに暴力を振るっているという通報がありまして、事実、アキラ君の腕に傷があるようですが。転んだんですよ。何度言えばわかるんですか。もういいでしょう、帰ってください。このクソガキが余計な手間をかけさせやがって。お前は俺の言うことを聞いていればいいんだ。
今のは。この絵の過去、奴の抱えるトラウマが再現された声だ。トラウマ？よーしゃ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 、よくやったぞウルフ。俺はお前の犬か。たく、そういうのは先に言っとけよ。聞かれなかったからどこかで聞いたことのある言葉だ。おめえだっつの。それより今の声、虐待って言ってたよね。この絵アキラは父親から虐待を受けていた。そんな、ひでえ話だけど、だからってあいつが許されるわけじゃねえ。そうだな、過去は過去だ。この絵が戒心を使い人々を操る危険な存在であることは間違いない。ええ、私たちが止めないと。虐待がトラウマだとして、奴は何のためにこの計画を。直接聞くしかねえだろ、あいつんとこ乗り込んでな。そうだな、まずは鳥かごの鍵だ。現実に戻って声の場所を突き止めるぞ。なあジョーカー、この絵は自分の親からひどい扱いをされていたのか。善吉と茜も仲は悪かったが、そんなことはしてなかった。なぜこの絵はそんな目にあった。家族なんだろう。つまりそういう人間もいるのか。ジョーカーは家族を大切にしたいと思うか。私もそうだ。私は家族や仲間ができたら一生懸命支えたい。私はそれを怪盗団を見て学んだ。この絵はどんな気持ちでいたんだろうな。おい、二人ともそろそろ行くぜ。ごめん、引き止めた。行こうジョーカepisode. I will see you.